せよ。いきなり何してくれとんねん。命名がうるさいのが悪い。まあ許しましょう。私は寛容なので。どの口が言ってんだ。しばくぞ。それより見てくださいよ、この新しい姿。超イカスでしょ。頭を花畑って感じ。そんじゃ新たな力を得た私の力でパズドラの世界を蹂躙していこうじゃないか。ヤクザやんこは。ちょっと、何？何じゃなくて何よこの編成。今話題の76リーチェにこれまた話題の遊戯王コラボよりマリクを参戦させた編成になります。あ、そうじゃなくて、なんで主役が欠席してんだよ。知らんがな。くっそうこうなったら、ロミアのところに私を。精鋭助手。ダメです。あ、うわー、私待ってー。ダメです。やだーやだやだやだ。だって私の出る要素皆無じゃん。このまま続けたらコメントで可愛いって言ってもらえるかもよ。じゃあやる。単細胞かよ。ってことで今回は毎月の宿題、チャレ10を消化してくよ。いきなり敵が雑魚すぎる。はいドーン。いきなりひどくない？弱いとはそれだけで罪なのだよ。お前もドーン。次はオロチだね。違う。いや違わないけど違う。こいつ多分多色だとかなりめんどくさいやつ。いきなりグッズ硬くなるの面白い。ワンパンチロって振りかな。無理でしょ。とりあえず5色でスキル溜めつつ様子見と。硬すぎですやん。完全に多色殺しやん。そのためのこいつ。すべてを破壊。いやあなたじゃなくてこっち。なるほどね。ここ、こうして、こうすればいいのか。やったぜ。また向こうから壊れるな。探偵さんのスキルまだ残ってるからここは素通りでしょ。何しに来たのこの子。かませ犬。いや猫でしょ。いやうまっす。はごっぱ馬になったわね。はさあじゃあ次はみんな大好き覚醒王1。私は嫌い。私も嫌い。珍しく気が合うじゃないの。誠に遺憾である。どうして。まあ76なら何ら問題なく突破できるんですがね。むしろこいつのために76できてるまである。この火力である。さすがにかわいそうでしょ。もっとやれ。いやしかしここまで順調すぎますな。本当に上級者も。はい。初見殺しで使い古されたババ。やったぜ。時の魔力を司る私にかかればざっとこんなもんですよ。自分のことをミルだと思い込んでるかね。時よ、戻って。全国のミルファンに謝れ。どうもさせした。ほら使い捨てババアつきさせろ。ヤクザヤンコは使い間気づいたんだけどリーダー変わってんのね。説明しよう。このパーティーのミソであるバール君はリダチェンを継承しており、途中で挑戦と交代することで圧倒的なシナジーを発揮するのだ。めっちゃ早口やん。えっへん。なんでドヤ顔なんだよ。燃やすぞ。しっかり根性貫通も組んできましょうね。ちょっとこれ吸収無効使ってんの。吸収無効。何それ。卑怯か何か。ねえ、はい。ねえ、吸収無効知らないの。一応パズドラの住人なのに。ねえ、知らないの。ひー、ごめんなさい。あれれー、おっかしいな。帰るわ。いやー待って待って、置いてかないでー。私が悪かったです、ごめんなさい。鼓膜破壊されそう。私は今何も聞こえてません。ハクちゃんはバカです。次回さあテラストくらいは真面目にやろう。ってボスが一番楽勝説ある。真面目にやってなかった自覚はあんだね。あとこいつはメイメイの考えてるやべえ遅延の蛇とは違うと思うよ。精鋭助手。はい。いやでも2ターンですやん。こんな風にバインドターン流せたりしちゃうんですよ。そこはなぜか良心的だね。威嚇も通るし途中でパターン変化とかかな。まあどうせワンパンなんすけどね。30秒前のあなたに聞かせてやりたい。いやちゃんと組むんですけどね。探偵さん使い忘れとかはないです。はぁ、あ、使え。いな理不尽な。猛毒落ち込んで死ねばいいのに。生存してますー。残念でしたー。切れそう。はい、これで宿題終わり。多色にしては強いんじゃないかな。私ほどじゃないけど。頭を花畑って感じ。は？は？まあ見ててくださいよ。最強であること証明してみせますので。そもそも動画で使うかも怪しい。次私を出さなかったらどうなっても知らねえからな。へえ、怖い怖い。ハクちゃんの綺麗なお顔をめちゃくちゃにしちゃうわせ。